マルティーノ一世はシチリア王。アランゴン王マルティン一世と王妃マリアデルナの子。スペイン語名は父と同盟で父に対して若マルティンと呼ばれる。父方の祖母レオノールはシチリア王ピエトロ二世の娘であった。1390年に重視にあたるシチリア女王マリアと結婚した。1392年にローマルティン、マリアと共に軍勢を引き連れて、 シチリアへ進行し、反抗する諸侯を破った。マルティーノはマリアが1402年に死去するまで、共同でシチリアを治めた。その後、1372年にバルセラナ家とアンジュー家との間で結ばれていたビルヌーブ条約を無視して、マルティーノは単独の君主として支配を続けた。1403年、後にナバラ女王となるエブルー家の王女ブランカと結婚した。 二度の結婚のいずれでも、成人した子は得られず、ショシルナ博ファドリケが営みだった。マルティーノが1409年に、サルデーニャのカリャリで死去すると、父である、アラゴン王マルティン一世が、マルティーノ二世として、シチリアも治めた。しかし、翌1410年には、マルティン一世自身も死去し、マルティーノに先立たれて死死がいなかったため、王位継承者が定まるまでに二年を要した。 ありがとうございます。